ダンペアルアタラデダメだ似てねえ別に何モノマネじゃない、直杉さんからの質問です。 F1 からレースクイーンがいなくなって数年が経ち、いないことにも慣れてしまい、今のご時世では廃止も仕方がなかったと思いますし、今後も復活は難しいと思います。でもあそこの舞台を目標にしていた女性の方々は急に目標がなくなってしまったんじゃないかと思います。日本のモータースポーツにはまだレースクイーン制度はありますが、海外ではもう難しいんでしょうか。レースクイーンはもともといないですよねグリッドガールですね。グリッドガールですよね。クイーンではないですね、はい、日本のようになスタイルの、グリッドに立たれる女性は世界にはもともといらっしゃらないのでちょっと そこは間違ってますよっていうことで、あれ日本の文化なんですよね、レースクイーンさんっていうのはね。まあどうなんですかね、海外、うん、でも F1 のグリッドカールはなくなりましたけど、うん、他のカテゴリーはやってそれっぽいことはまだやってるんじゃないかな。多分いるんじゃない、なんかちょっとその露出度の高い衣装でとかじゃなくて、うん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 、単純にパネルを持つとか、うん、まあ、別にグリッドに限らずそのいわゆるコンパニオン的な、うん、東京モーターショーみたいな、うん、コンパニオン的な人は別にいるっちゃいるかな。あのブースとかでも、ファンゾーンのブースとかでも、うん、まあ、もちろんそういうのは一切ない国もありますけど、うん、まあ、いわゆる要するにアテンダントさん、はい、このブースこうですこうですとか説明する人も、まあ、やっぱり行く人が男性であろうと女性であろうと説明するのは女性の方がなんかソフトな感じがしていい気がしますけど ね、まあ、ね、レースクイーンさんがやってるのも基本は要はメーカーのアテンドさんなんだけど、まあ、日本の場合はちょっと格好が特殊ですよっていうことなんだよね、まあ、きっとね。アメリカとかもまだ全然やってるんじゃないのかな、やってないのかな、どうなんだろうね。でもアメリカとかうるさそうじゃない、なんかそういうの。うるさいんだけど、うん、何ですかね、その例えばチアガールとかは全然チアガールだけど、うん、いいわけじゃないですか、うんうん、要するにそれはもうバカにするとかそうじゃなくて、うん、完全に社会的地位がある、うん、あるよね、まあ、うん、存在なわけじゃないですか、うん、あともう、ね、フットボールのチアになるのは本当にすごいっ、ね、そうそうそう、大変で、慣れたらやっぱりもうプロフェッショナルだから、ね、プロとして地位も、ね、名誉も与えられる、もう立派な、ね、職業になってますね。それこそパドッククラブのアテンダントさんとかも女性、まあ、男性ももちろんいますけど、でも女性がやっぱり多いですよね。だからまあ日本のレースクイーンと言われる人たちが、まあ、ちょっと格好が特殊だからちょっと、まあ、女性を売りにしているというような外見上の女性を売りにしているという印象を持たれてしまいますよね、あれ、ああいう風な形でやってると売りさせられてるっていう風にも言われても仕方がないっていうね。まあ、そこはちょっと日本が特殊なので、もともとレースクイーンというものは海外にはないし、うん、まあ、女性男性関係なく、ね、それぞれまあ輝ける仕事が、うん、まあ、そう、まあ、グリッドボーイズ&ガールズでモナコはやってましたからね、うん、まあ、コロナの影響もあって今年はやらないかもしれない、去年もやってないとは思いますけど、うん、まあ、なんかやろうと思えば別にガールじゃなくて男女だったらいいんでしょっていう話だし、うん、まあ、やる方法はいくらでもあるとは思うんですけど、まあ、今ちょっとグリッドに行く人数も制限しようっていうコロナ以降はなってるんで、うん、我々もグリッドに行くんだったら事前に言っといてねっていう、もともと F1 ってそんなめちゃめちゃあの日本みたいにこう肩が当たるほどの混み具合ではないでしょ。そういう感じじゃないですけど、うん、人はすごく多いですけど、うんうんうん、その何て人が肩が当たるは仕事できないですからねまあみんなその自分の仕事をしてるので、あそこにいる人は基本的に、はいはいはい、だからあのもちろん VIP ゲストの人もいますけど、うん、その人たちもやっぱり誰かがアテンドして行ってるっていう感じだし、うんうんうん、あそこで挨拶したりとかするのも人その人の仕事のうちだから、うん、ルクレール選手サインくださいとかそういうのはやっぱないから、うん、クリットでサインもらってる人ってそういえばいないよねっていうこの間ひいおじと話したんですけど、うんうん、要するにそういうのグリッドを置くともまた全然違うってことだよね、要するにファンっていう感じの人はやっぱ基本的にはグリッドには来られないっていう。あれ日本のグリッドっていつからあんな風に始まったんだろうね。あれお金取ってるっていう、まあ、でも F1 でも別に、まあ、それのためにお金は取らないけど、お金を F1 に落としてる人がそこに呼ばれている。同じっちゃ同じなの？いや同じではないと思いますね。特別中の特別だから、グリッドは、スターティンググリッドは。そうだよね。F1 のスターティンググリッドは本当にもう VIP 中の VIP しか行けないっていう。
VIP の、 その SP だってもう一人までとかあって、普段 SP ゾロゾロ引き連れてる人も SP もほとんどなしの状態でグリッドだから、それぐらいやっぱパスの発表厳しいんですよ。VIP VIP パスってあるんですけど、それもランクがあるんでね、そのだからそれランクによってグリッドまで行ける人と行けない、ほとんどの人は行けないよね、マライアキャリーとかそういう話レベルの話ですよ、行けるのって確かに確かに、またそれもちょっと減らそうかって言ってるんだ今ね、まあ、なのでちょっと、まあ、直杉さんの思ってる答えにはちょっとならないのかなと思うけど、まあ、現実的にはちょっとね、どうなんですか、女性がそういう仕事をするのが良くないっていう、まあ、僕らが鈍感なだけなのかもしれないけど、なんかそこまでその F1 は、まあそのね、特定 の、 その団体に攻撃されたので、まあ、もうじゃあやめましょうってなったけど、社会全体として女性がそういう仕事、そういう仕事っていうか特定の仕事をすることが好ましくないって考える人もいるけど、それが社会全体の考えかっていうと必ずしもそうじゃないというか、まあ、こういうことを言うとまた そんなことを言ってるようじゃダメだっていう人はいるかもしれないけど、現実問題としてはやっぱり例えば何かのその受付とかそういうのはやっぱり女性が多いですよね。それはもう現実問題として多いから、で実際サービスを受ける側としてもやっぱり相手が女性の方が安心するし気持ちがいいのは確かですよ。それはそれはもう人間だからしょうがないですよね。でまあ、実際その F1 の社会で考えて、 F1 という社会で考えた時にもいろんなもう、ね、普通に女性が普通に女性男性とかっていう区別関係なく、まあ、強いて数えたとしてもいるじゃないですか、女性もたくさん、だから別にそのグリッドガールだけじゃなくて F1 で働きたいっていう女性がこう選択できる職種はいくらでもあるので、まあ、そういうふうな観点で考えれば、まあ、何かでその自分がポージングして立ちたいというのであれば、まあ、F1 じゃなくてもあるわけなので、まあ、F1 のグリッドガールになったとしても、まあ、あまり F1 のグリッドガールでナンバーワンとかする順位がつくわけじゃないし、そうね、まあ、確かになこのグランプリの時は彼女いつもいるよねっていう何人かいますよ、だけど、まあ、その人の名前を僕ら知るわけではないし、何か表彰されるわけでもないし、そうだ、ね、有名になるわけでもないし、グリッドガール世界王座決定戦とかあればねまた別なんだけど、まあ、大体は地元 の、 そのモデル事務所に所属している人が起用されてきてるっていう感じだし、まあ、それはまあね、そういうのが楽しいと思ってる人がやってることなんで、別に他人がとやかく言うことじゃないと思いますけどね、なんですかねそういうことを言いたい人がいるだけっていう話なんじゃないですか。あなたがやりたくないんだったらやらなきゃいいんじゃないですかっていうだけで、見たくないんだったら見なきゃいいんじゃないですかっていう、別に彼女たちは何か強制されてやってるわけじゃないし、彼女たちの意思でやりたいと言ってやってるわけで、あなたもなんか自分の意思で何かやりますよねって、それをやるべきじゃないって言われたら嫌でしょっていう、それこそ自由なんじゃないですか、多様性なんじゃないですかと僕は思いますけど、 そうだね、その多様性は認めないんですかっていうね、まあ、だから、まあ、日本ではまあ今のところで、まあ、そのレースクイーンというところが一つの職業として、まあ、認知されている方が多いんで、まあ、続いてる、で実際、まあ、アジアの文化としてまあ、広がってはいるよね、アジア圏だとレースクイーンいるからね、中国とかタイとかやっぱ好きですよ、そういう、ね、モーターショーとかでも、やっぱり好きなんで、みんなそういう人たちは、それもまあショーの一部だからね、そうだね、それをその仕事は男性ができるかってやっぱできないので、できない、ね、それはやっぱり女性だからというわけじゃなくて、女性のその特徴、ね、利点を生かしたものなわけで、別に女性蔑視ではないと思いますけどね、まあ、そんな感じでございます。ご理解いただければ逆にグリッドガールがいるレースを探してみましょう。そうだね、探して教えてください、まあ、まあ海外でも必ずあると思うので、ね、まあ、いろいろ YouTube でいろんなレースをご覧になってみて、特にアジア圏のグランプリでは必ずいらっしゃいますかどうか分かんないけど、韓国とか結構、結構韓国のレースクイーンとかも日本とはまだちょっと格好は似てるけどちょっと立ち位置、日本はほらスポンサー のちゃんとこう紹介とかしたりするじゃん、韓国は私の紹介をしてる、私が主役だから、なんかちょっとね毛色が違うんですよ、だからそれぞれ国々で毛色があるんで、ぜひ探してみてください、はい、ありがとうございます